にちは。本日はですね、このように多くの皆さんにお集まりをいただきましたけれども、先のよりキャラグランプリ2016で新庄君見事優勝を果たしました。これもひとえに皆様のおかげだというふうに思っております。そのですね、応援感謝の、パレード、そしてセレモニーに、皆さんお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。ただいまから、本日最後になりますけれども、パレードの最後のセレモニーということで始めさせていただきたいと思います。まずはじめに佐々市長、この成功作よりご挨拶を申し上げます。改めまして皆さんこんにちは。いや、今日は本当にたくさんの方に集まっていただきまして本当にありがとうございました。そしてベイトム義塾マーチングバンド部、そして和太鼓部の皆さん本当にありがとうございました。明徳義塾は佐々木市と土佐市にまたがって、学校がございます。いわば地元の学校がお祝いに駆けつけてくれたということでございます。そして後ほど出てきますけれども、今日は日本一が 2つ揃っておりまして、企業版のゆうキャラグランプリナンバーワン、郵便局のポスクマ君、そして、土佐県美、まるこちゃん、なるもちゃん、応援に来てくれております。ぜひ皆さん最後まで楽しんでいっていただきたいと思います。新庄君が1位になりましたのも改めて皆さん方のおかげでございまして心から感謝申し上げる次第でございます。今日は県外からもですね、大勢の方が駆けつけてくれております。ここで7回目、佐々木市内で6回やりまして、ここで7回目の お礼のご挨拶でございますが、7回とも聞いてくれた方が何人もおいでるということで、同じ挨拶ですいませんと思う。そういうことで新庄君、これからもですね、ゆるく頑張ってまいりますので、ますます皆さんのご声援をよろしくお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして本日ですね、パレードそしてまたこのセレモニーに花を添えていただきました明徳義塾中学校の皆さんのご紹介をさせていただきます。まず向かって左、マーチング部の皆さんでございます。そして先ほど演奏いただきました、ちょっと見にくくなってますね、和太鼓部の皆さんです。はい、皆様にご紹介を申し上げましてですね、本日のお礼にさせていただきたいと思います。本当に本日ありがとうございました。そして続きましてですね、本日駆けつけていただきました新庄君のお友達をご紹介をさせていただきたいと思います。まず土佐健美、続いて先ほど市長からも紹介がありましたポスクマ君、ポスクマ、
そしてノルマ。はい、このように多くのお友達に駆けつけていただいております。ありがとうございます。そして、最後にですね、皆様お待ちかねの新庄くん。新庄君の登場です。皆さん本当にこの方のご登場ありがとうございました。すみません、今からですね、土佐検品から花束を新庄君に贈呈をしていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そしたらここでですね、若干フォトセッションということで写真を撮る時間を取りたいと思いますので、森時さんよろしくお願いします。はい、じゃあキャラの皆さん正面を向いてください。10秒でいきます。みんな見えてる？ナルコくんとナルマ、もうちょっとこっちだな。みんな正面向いて、はい、1、2、3、4、5。はい、じゃあ右側のお客さんの方に向いてください。はい、1、2、3、4、5。次左側のお客さんの方向いてあげてください。はい、じゃあもう一回正面の方向いてください。はい、1、2、3、4、5。はい、以上です。はい、新庄君のためにですね、本日駆けつけていただきましたお友達でした。そしたら一旦ステージから、降りていただきたいと思いますので、スタッフの方よろしくお願いいたします。